はい、では始めていきましょう。真っ暗です。よくわからない。とりあえずね、右下の地図を見ながら、何かいる？ここに明かりがないと消えた。どこにあるんだろうな。なんだ、なんかあるな。なんかあるけど行けないな。倒した方がいいのかな。エリアルレイド。このタグ、バトルコレクション忘れてる。開かないのね。じゃあ何するんだ。何かが売り出した、見えないんだよな。いろいろいじったんですけどね。あ、着いた。なんかいるし。これ一人で十分。ライトニングブラスト。ライトハンター。影だらけ。やっ。ライトハンター。ライトニングブラスト。今さら後悔して。ライトストーン。装備が必要なほどここは暗いと。いやー、つけんのか。あ、まあ、いっか。フェイトのあんまり使わないからいいか。うん。もうなんだ。進める。これはなんだ。うわ、またなんかいる。なんかいる。怖いな。なんだよ。一緒相手してやるとするか。エリアルレイド。もう少し歯応え。リアルレイドが強すぎます。まだまだなんかいる。なんか麻痺ってる。冗談じゃねえぞ。おい、冗談じゃねえな。エリアルレイド。エリアルレイド。ああ、そういうイベントでしたか。イベントか。フェイト、フェイトの麻痺。道合ってるのかな。はい、なんかいた。もう少し緩く行こうじゃないの。エリアルレイド、答えがあった方が面白い。こっちは戻っちゃうから行っちゃダメだな。文字
ドラゴンロア、異竜族に伝わる古代文字。二つの分身に一筋の闇を織りなせ。謎謎的な。何をすればいいんだ。久しぶりすぎてわかりません。まあなんとなくはこういうことするんだろうな的なのはわかるけど。どうでしょう。影をね。なんかいる。危ない。なんかいる。素材はいらないと。なんだ。どうなってるんだ。なんかいる。なんかいる。なんかいる。逃げる。逃げんな。お堅いね。もう少しぬるくいくんじゃないの。なんだ。エリアルレイド。このタンクは相手の力量。都合紙の鍵が逃げたやつからゲットしたと。ああなんだよ。ライセンスとオンセール。どうしようもないんだよな。でも確か銅を取りに来たんですよね。銅を取りに来てなんか謎やってるけど、どういうことなのよ。鉄格子だな。暗いな。しかもしかし、しょうがないんですけどね。もうこういう洞窟なのでしょうがないんですけどね。暗いな。なんだ。この手探り感なんだ。まあリアルっぽいけど、いやリアル洞窟入んないけど。おなんだ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 。門番の目をくらませるべし。あ今の閉まった音ね。門番の目をくらませる。何。ライトストーン消した方がいいのかな。じゃあそんな気がするな。静かに行ってみよう。おう行った。なんかいる。血が2つあるな。なあ。せっかくの命だ。エリアルレイド。いいね。よし。ラストリングブラスト。
道がわかりません。こっちじゃないのかな。お、なんか危ない。投げる。なんかいる。見えない。うん、待って、なんか書いてあったよ。あ、しまった。何すんの？何すんの？もうヒントすぎるでしょうよ。何にも見えない。おう。おう。お？なんだ？目がいたぞ。しまったぞ。なんだ？なんでしまった？何？なんで？ヒントをね、ヒントください。おい、そっと行けと、そっと行けとおっしゃるのが。そっと行けと。違うのか。わからない。ヒントを戻りに多分行きたいんですよ。影が関係ありそうだな。ただヒントすら見に行けないっていうこの謎の状況は何でしょうか。入れ、入んねない。ちょっとヒントも見させてくんない？ちょっと待ってよ。これいけるでしょ、これいけるでしょ、これいけるでしょ。いけない。ヒント聞かせてくれ。いいよ、しまっても。入らせろ。あ、いけた。何時の指紋で、なんだ、時添え、一人舞台を誰も望まず、どういうこと。この辺さっきやったから、え、これ残ったところで入れるんじゃないの。
ほら。なんかいる。なんだ今日の配信、配信じゃないよ。今日の実況はずっと真っ暗じゃないか。パラライチェック、麻痺を応用するやつです。ヘルにつけるか。エリアルレイド、試練一戦。よし、まあね、あれですよね。まあ本当洞窟探検って感じですよね。何してるかさっぱわかんないけど、なんかいる。なんだよ。ここなんもないのかな。なんもないな。でもないな。手応えがない今日は。やってて手応えがない。なんだ、ガンガンいっちゃえ、もうガンガンいっちゃえ。いけるんだったら とことんセーブポイントが。なんで、じゃあセーブしよう。なんかあるんでしょうね。最深部、おお。大ネーブたちが来るまでまだかかりそうだね。少し当たりを調査してみた方がいいかもしれない。はい。何？変なの来た。こんな暗闇の中で。暗いよ。少しは骨がありそうな感じだ。なんか骨ないよ。楽勝だったね。楽勝だったね。調査続ける。いや、ずっと暗いな。申し訳ないぐらい暗いな。採掘ですか。はい。あ、おお、取ったんだね。これを精錬所まで運ぶよ。あんたたちはトロッコで先に行って。タイネームとファリン。ですか。銅鉱を手に入れたと。トロッコで運ぶと。外出たいな。またセーブポイントあるよ。じゃあそうですね。この後の展開考えると、ここで一回やめて次のパートにということにしたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。